はい、それで Y 値杯と神経新障害と形成杯事前調査いきましょうか。はい、フェアリーステークスすいませんでした。15、対抗の15来たんやけどな。ファインルージュかルメちゃんごめんなさい。はい、ということで妄想収支、妄想収支っていうかもう上半期の収支いきましょう。レッツゴー。はい、綺麗に開幕2週目かな、終わりまして、50勝5連敗。これ やっぱ重賞あかんらしい、これ。妄想収支ダメです。ただ、はい、来ましたね。今年はこちらが名物ですか。シャーブレース中京再び、ダート戦8かな、どっちもね。はい、1月5日に続いて1月9日、8レース中京でいただきました。ありがとうございました。目標回収率110%、120%あったらいいかなと思ったんですけど、はい、思ったより、副賞も跳ね上がって、単賞もおまけでもらってありがとうございますということで、はい、回収率212%です。これありえないです。多分これ以上普通下がります。下がりますんで、よろしくお願いします。こんなに期待しないでください。私こんなに目標高けてません。すいません。120%いけたらいいかな、110%かな、いけたらいいかなと思ってるんで、毎週ですね、はい、1レース勝負するんで26週までかな。はい、宝塚記念までとりあえず前半戦頑張りますんで、よろしくお願いします。はい、まあ、こっちで勝てたらまあ、ええかなと思って、御の字かなと思ってます。よろしくお願いします。こちらはガチなんでね、はい、どのレースか分かりませんけど、ガチでやるんで、よろしくお願いします。はい、ということで出走いきましょう。はい、それでは愛知杯からいきます。愛知杯は、愛知杯は中京殿下、今年なんか去年なんかちゃうとこだったよな、これ。あれ、去年どっかなんか愛知、去年あれか、中京開催がずれたから、さ、小倉や。電光ワンジュ、アルベミア、アルメリアブルーム、レイフォルマンセって、あったな、これ。3連単100万ぐらいいった。全然言い過ぎた、59メーター。そういえばあれやね、なんか、ウィンファイブよかったね、これ。過去最高って言ってて。ぴょ。これすごいな。堂々霧島来て、ブラックマジック来て、ツー。2M アロンソか、これやばいな、10万人来てん。で、ファインルージュと最後、テームサウスタンがトムさせて1票。はい。先週の払い戻し金、4億8178万3190当たった方、おめでとうございます。誰これ、誰当てたこれ。4億やぐいな。4億か。4億当たったら、俺寝てるの一緒。一緒寝てるわ、これ。一緒寝てるわ、これ。えぐい。もういいです。かけちゃってありがとうございました。愛知杯ですけど、ハンデ戦の牝馬戦やったな。中京2000か。あれさやな、ウィンマイティ松坂さんと、シゲルピンクダイヤ和田龍さん、センテリオールめっちゃん、マジックキャッスルが佐々木さん、センテリオールがね、多分引退のはずなんですよね。6歳のシルクやったっけ、どこやったっけ、シルクやったっけ、あ、キャロットか、え、キャロットやったっけ。はい、確か引退のはず。引退と思うけど、確か春先で引退しようかったっけな、忘れた、なんかそんなルールやったっけ。はい、ルメちゃんで一番人気か。でも、このルメちゃんでさ、去年、愛知杯5着あったよな。まあ、人気出すぎたか。エディジョンも4着か。最近調子良くなったマーメイドステークス、福永さん乗った2着と、オールカー。セオールカーまでブーケドル倒したやつな、戸崎さん。か。全然悪くなかったんでね。まあ、一番人気だどうか。筋量56キロ揃いますね、ハンデ。ちょっとバンデとして重い。まあ、こんなもんか。はい。とはね、人気で言うと、あと、シゲピンか。シゲピンね、前走、中京、中日新聞杯2着か。まあ、この馬なんやろうな。シゲピンか。ボッケリーニが前走強かったからな、うちからな。でも、微妙やんな。なんか、そんなレベル高くない戦いやったし、スローペースでやもんな。ちょっと微妙やったな。まあ、ええか。盛り合いかきそうやしな。あんま悪口だからな。あんま悪口だから。はい。あとはね、ここちょっとまず、サツノガーナっていうの、これちょっと期待したいんやけど。去年、おととしか。去年、2019年、おととしなのか。はい、の勝ちますね。外出しやったよな、これな。で、今年は、中日新聞杯、明日8着やったんでね。はい。期待できるかな。ちょっとスローで恵まれてなくて、後方からの競馬で。
まあ、正直もうなんかもう、ワンパターンな競馬でもうなんかもうハマったら強いみたいな感じなんで、まあ、完全にペースに左右されるんでしょうけど、まあ、内枠がちょっときつかったかな。ちょっとね、スタートで一旦下げなあかんってなるしね。はい、大外行きだったんですけど、やっぱちょっと展開向かずと8着までですか。まあ、これはちょっと巻き返しあるよね。人気は落ちてるんでね。落ちてるか落ちると思うんで。あ、鞍上決まってない。流星さんは何かあったっけ？あれ、怪我したのかな？怪我してんの？あれ、決まってないわ。あと、ダムゼルね。こちら53キロやで、ボバやったっけ？ボバやんな、53キロか。あ、ごめんなさい、ヒンバや。ボバじゃ。新潟県岩田さん見せて5着やって。で、デムちゃんよく乗ってたんやけど、今回デムちゃんじゃなくて、内バックさん前走代打やって、2着やってね。あ、これ誰の代打やったかな？石橋さんやったっけ？やな。代打2着やって、今回誰乗るんやったっけな、ダムゼル。川田さんや。あるな。堀さんとこ本気やな、これ。最近が呼ばれへんからって言ってね、松山さんの、何やったっけあれ、中山で買ったの忘れた。あのもんそうやけど本気やな。なんて読まれたっけあれ。中山金杯で買ったよな。誰だったっけあいつ。全然出てけん。全然出てけん、これ。誰やったっけ、中山で買った。金杯の。あ、ひしが、そう。はい、ちょっと河原さんやったら怖いな。了解。もう一頭、カセドラルベルね。松山さん好調で押さえとくかなってこと。博多ステークスまで買って、中級2200で買ってんね。これがちょっと今回チャンスかな。2000と2200、リンク1000ってよく言うんですけど。いや、もうこれがあったからってことなんやけど、まあ中級の適性はありそうなんで。はい、パスありそうですね。前走2番人気で先行してマークされて7着ですからね。巻き返しあると思う。ガス抜きできたら、京都大賞典もちょっと距離長いとか知らされて怒ってるんで、そろそろ強いと思ってます。はい、よろしくお願いします。はい、続きまして、どこやったっけな。京成杯ですか？ちゃうな、日経新春杯。日経新春杯行きましょうか。日経新春杯は、ビルゴッチ強いな、1.8倍か。サンレポケット、あと何？ベロックスか。そや、日経新春やけど、あれは2400京都ないから、これ中京22やから。あ、出た。いちゃうねん、この重賞あった時の中京2000と2200はちょっともう結構もクソないんって、これ。これ多分無難やろ、これ。ビルゴか。ビルゴか。これ2200買ってたらしく、こいつ。ああ、そやな、ムーンライトで来たもの、シャフトバレットだけ副賞なんかパンパン入れてワイワイ言ってて、これ、そやろ。思い出した、そやそや。思い出した、これ。シャフトブライト、いけいけ言って来たやん、3着で、ラッキーって。そうか、ビルか。で、あとは、ベロックスね。まあ、前走復活したといえども、やっぱさっきも言った通り、レベルがそんな高くなかったね、どうかなって思うと、まあ、一応収集ってる。と、クラージュキリーが、アンドロメダでちょっと復活してね、なんか一発ありそうな気はするなって思うまです。まあ、復活って言ってもあれやもんね。共同試合まで3着やったし、で、皐月賞とダービー5着6着ですからね、そんなに悪くないんですよね。共同通信杯もね、3着やったのに、この皐月賞14番人気は失礼だったし、まあ、それを覆して5着でしょ。ダービーも人気以上に来てますんで、カシオペアはまあ休み明けやから負けたんと、京都記念も確かこれもあれもね、取り消したもんね。なんで、そんなに悪くないんですよね。はい。あとは、面白そうな、キャグニー。あ、何キロあったん？ 57.5、トップハンデじゃん、これ。あれ？トップハンデや、ベロックス超えた、これ。あっちゃー。キャグニーか、これ。まあ、そうやろうな、重賞買ってんもんな。そうか、そうか、エプソムカップ買ったからしゃあないな。57.5か、まあ、でも天皇賞明けて56キロ、8キロ背負ってますんで。まあ、ここに来て、まだ重賞で勝ちたいかっていう、多分あれですよね。出走の登録ですね。多分ね、金庫賞3着やったし、左回りこなせんことないよと。2200これどうかってとこですけどね、あとはね、距離がね。まあ、天皇賞秋も7歳といえども6着立派ですよね。多分立派や。これは立派な話。毎日8日2着やったし、立派な話。これ、ね、結構立派な話や、これ。よろしくお願いします。トップハンデちょっとえぐいな。こんなもんかな。里野さん、この舞台も里野多いな。けど、ちょっとここまで。
上流行くぞとか多分ここまだ無理やるな。ミスマンマミーヤか。うわ。ミスマンマミーヤか。どうでしょうか。はい。最後にケセハ行きましょう。はい。最後にケセハ行きましょう。グラティアスですって。ルメちゃん一番人気、体操、石橋さん、タイムトゥヘブン、デムちゃん3等か。なるほど。ここ知る商品はタイム、タイムトゥヘブンになって、グラ、え、グラティアス、これらしいよ、一番人気で。前走2分6秒、超スローやったんこれな。1000m1 分6秒もな、これ。ババアうまかったにしても、これはすごいよね。これ一番人気ですって。1.9 倍。体操とタイムトゥヘブン。体操、体操、え、ダイソー、体操、これか。新馬戦は衝撃か。なるほど。あとは、タイムトゥヘブン。これもなんか前走強かったよな。あ、そうです、そうです。前走1.4秒差。はい、8馬身ですか。と、タケルジャック。前走3着。北村さん安城なんやね。前走5頭立てやし。まあでもこれ、覚悟は33秒台使ってるから、やっぱアドスローやな。微妙やね。あとは、バイスメテオールか。これ期待したいんやけどな。いやー、まあ前走1.7倍倒したんと、堀さんとこの石橋さんやので、これ倒したんと、で、このまま後のバジオにもまた1.5倍か。ルメちゃんで1.5倍。やっぱこれ見ると、バイスメテオールの評価も悪くなかったんかな。ちょっと何番人気、バイスメテオール。4番人気か。あ、人気上がってきたな。ありそうやな。バイスメテオール。あ、まあ、キムさんか。キムさんとこか。ファインルージュ、キムさんとこ。ルメちゃん、俺このコンビ嫌いやって言って買ってもったかな、これ。あっちゃ。しかもあれやろ、これ。ちょっとニュースになってたね、これ。キムテツさん。見ました。あんま言うてあかんやつ、これ。はい。分かった、騎手ですよね。大塚さんでしたっけ、これ。はい。ちょっと処分受けそうな形になりそうですね、これ。結構生々しいニュースね。これ見していいんかな、これ。実習中から、厩舎実習中から、やばない。頭部を、首都っていうので、これ忘れた。はい、殴打されたことが10件やて。これやばいな。場所等にいて明確に記憶している2件を主として、えぐいな。150万円の損害賠償。えぐない これやばい。はあ、はあ、もう、どうもしか言いようがない、これ。そうか。何の話だったっけ？あ、そう、キムデさん話。で、ちょっと期待したいのこっちやな。ラカンな。かな？ラカンかな？去年、確かクリスタルバッグ買ったよな、これ。で、この3区は絆3区なんやね。で、絆3区の特徴はっていうと、お父さんディープなんやけど、ディープの切れ味っていうのかな、じゃないんですよね。どっちかっていうと、ペースの緩急に弱いんですけど、スピードの持続性力がめちゃくちゃ、いい馬で。なんで、ペースが一旦ワンペースなら、全然それについていける速さ、力があるんで、そこだけなんですよね。だから去年の京成杯、まあ、これ多分、去年注目したのは多分、新馬戦で、外から長く癒しで突っ込んできたなっていう内容だったんですよね、2番ね、外からまくってね。まあ、京成も注目しようって言って買ってもうたんですけど。はい。で、この馬の、この馬もどこやったっけ？何やったっけ？アラカンか。これもね、
まあまあ、絆さんクラッシュ走りかな。まあ、ただちょっと下積みが多くて、新馬戦負けて、未勝利負けて、未勝利負けて。ただまあ、もうキャリアはちょっと多すぎるぐらいなんですけども、でも中山 2000m で上がり最速4着と、うん。で、徳島で勝ってるんで、やっぱこの小回りの右回り、2000m、舞台ぴったりかなと思ってます。はい。で、前走ですね。まあ、菅原明さん、若手棋士で勝ったも大きいんでしょうね。はい、9番です。スタートして、ちょっと、一旦下げます。はい。9番、黄色棒。うん。正直、かなり下げて、まあ、正直もう、展開もちょっとスローというかちょっと展開で流れたんですけど、まあ、でもある程度ついていかんとあかんゲームやったんで、なかなか強いというかいい競馬やったんちゃうかなと思ってください。4コーナー回るときに外の黄色棒ですよね。まあ、ちょっとしかも馬群の中での競馬でここで外待ち出してだったんですけど、まあ、正直もうこの前で決まったかなっていう競馬だったんですけどね。はい、まあまあ一頭足量は違いましたんでね。はい、これはちょっと今回の中山の形勢杯でも期待できるかなと思ってます。絆3区ね。はい、 2000m に関わらず中山といえば絆3区になってきそうかな。というのもどこやったっけな、あ、ファインデュージュね。これは何といってもフェアリーステークス、はい、ホットなニュースですね。で、もう一個言うとこと、アブレイズも確かフラーカップ買ってますんで、やっぱり絆3区なんですよね。ここね、笠原県の。怖いですね。はい、怖い。クリスタルバックも絆3区。ってことで、中山の、まあ、G3 というでも、重賞、1600、1800、2000。1600、1800、2000やな。はい、すべて絆3区。で、まあ、皐月賞みたいに特殊な場合はダメだと思うんで、まあまあ、冬開催の、冬から春かな。はい、開催の中山、まだちょっと G1 始まる前の、中山ならチャンスかなと思ってます。はい、もう綺麗にコンサート買ってるんでね。はい、よろしくお願いします。フィオリキアリはどこで来た、これどっかで来たよな。あ、やっぱ中山や、マイルやわ、せやわ、アネモネステークス、せやわ、せやわ、せやわ。だからやっぱこの12月はもうあれか、まあ12月もか、1月から3月だね。だから4月までやわ。ババが冬開催の。うん。そこやわ。もうそこやわ。めっちゃ来てるやん。なんかコノアのウィンクルは、聞いたことあるぐらいな。バスラットレオンでもあれか。新山記念走ったもんね。うん。ちょっと期待しておきましょうね。キズさん君、長山より強いってもともと言われてるんで。はい、よろしくお願いします。はい、ということでまた、自己調査でお会いしましょうか。ご清聴ありがとうございました。